どうも、こんばんは、NM です。東京グールリ・インボークリリース2周年で登場した意思を受け継ぐ者金木健、意思を託す者有馬希章、このどちらを引くべきか迷っている方多いと思います。今回は試験ではありますが、この2人についての解説をしていこうと思います。まず金木と有馬どっちが強いですか、この質問めちゃくちゃ多いんですけど、そもそも性能が全く違いますので、どちらが強いとかではないです。例えるならば、金木は最強の盾、有馬は最強の矛です。ではまず意思を受け継ぐ者金木健から説明していきます。先ほど最強の盾と言いましたが、その理由は全キャラ中最高倍率の味方前衛防御力バフと、全キャラ中最高倍率の敵前衛攻撃力デバフ、この2つを持っていることが理由となります。今まで防御力バフのトップだった誕生日ムツキの2倍を超え、なおかつ攻撃力デバフのトップキャラだった助走重造の 0.4 倍という数字を超えています。しかも助走重造は単体へのデバフですが、今回の金木は敵前衛への 0.2 倍デバフです。味方の防御力が大幅アップしたにもかかわらず、さらに敵の攻撃力をも5分の1にする、金木のスキルを放っておけば駆逐戦でも安定して最後まで戦えると思います。アビリティには最高ランク GS のブレイクバースト GS がついています。そして素の攻撃力は1754と、こちらも全キャラ中最も高い数値となっています。守るばかりではなく、守ってなおかつ殴れる完璧な性能です。次に意思を託す者有馬希章、こちらは最強の矛になります。全キャラ中最高倍率の味方前衛攻撃力 2.5 倍バフを持っています。そしてアビリティには絵とを超えるブレイクバーストダブル S マイナスによる味方前衛に2倍の攻撃力バフをかけます。さらにさらにグールと人間両方の 1.7 倍キラーをアビリティに持っています。金木と有馬単体で比べても有馬の方が火力は出ますし、味方の攻撃力もスキルとブレイクバーストで上がりに上がっているので、もう見たことない火力が叩き出せます。周回性能はもちろん、ダメージチャレンジでは億超えのダメージなんて余裕でしょう。ここまで金木と有馬それぞれ注目すべきポイントを解説してきましたが、参考になりましたでしょうか。味方全員を守って戦い抜く金木、味方全員を強化しガンガン攻める有馬、どちらも過去最強のキャラクターです。ではどちらを引くべきなのか、手持ちのキャラで判断してください。金木はエトとかなり相性がいいです。味方への攻撃力バフはエトが行い、下がった防御力を金木がカバーする完璧な作戦です。有馬は味方への防御力バフがないので、誕生日ムツキなどのサポートキャラと相性がいいですね。火力も出せる助走重造を隣に置くのもありだと思います。でもやっぱり分かんないと、いまいちピンと来ないよっていう方は、とりあえず僕は金木を引くことをおすすめします。駆逐戦では戦術を使わない限りサポートキャラは必須ですし、金木でも十分火力は出せます。有馬は本当にも過剰なくらいで、周回スピードやダメージチャレンジを極める中級者以上の方々が求めるキャラだと思います。ですので、片方しか引けなくて迷ってるよとか、最近始めた初心者ですとか、リセマラしますよって方は、とりあえず金木を引いとけばいいんじゃないかなと思います。では今回は以上になります。何か皆さんの参考になれば幸いです。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。